1991年、ディジー・ガレスピーは、アフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャン、トランペット奏者で、バンドリーダー、作曲家、アルトサックス奏者のチャーリー・パーカーと共に、モダンジャズの原型となるスタイル、ビバップを築いた功労者の一人として、ジャズの歴史上で称えられ、その一方で、ラテンジャズを推進させた、ジャズミュージシャンとしても知られる。ベルが上に突き出たトランペットを、 頬をいっぱいに膨らませ、高らかなトーンで豪快かつテクニカルに演奏する、スタイルは人気を博した。ダミ声でのスキャットを得意とする個性的なジャズ歌手でも、ある。1964年には、アメリカ大統領選挙に独立系候補として、出馬することを、真剣に検討した。1917年10月21日、アメリカ・サウスカロライナ州、チーローに生まれる。 レンガ職人だが、アマチュアミュージシャンでもあった父親の影響で音楽に、親しみ、14歳からトロンボーンを演奏するようになったが、すぐに、トランペットに転じた。一家がフィラデルフィアに転居した後、18歳の頃から、ローカルバンドで、プロの演奏家として活動するようになる。スイングジャズ時代の名トランペッターであるロイ・エルドリジーに影響を受けたプレイで才能を新調した。 1937年には、そのエルドリジの公認者として、テディヒルのバンドに入団したが、既存のスタイルに飽き足りないがレスピーは変わった演奏の試みを繰り返し、また、卑怯な振る舞いが目立ったことから同僚とはたびたび、異世を起こした。その後、1939年には、エンターテイナーとして知られる、キャブキャロウェイのバンドに参加したが、ここでもリーダーのキャブと喧嘩をした挙句。 キャブに怪我を負わせる人情沙汰となって1941年に対談した。テリーヒル楽団での同僚であるドラマーのケニー・クラークは、やはり従来にない前衛的なスタイルの演奏法を研究しており、ガレスピーとも意気投合した。彼らは従来のスイングジャズをビッグバンドのサイド面として、限られた枠内の表現で演奏することに満足していなかった。 ガレスピーは1940年頃から余カのジャムセッションにおいて、ケニー・クラークやギタリストのチャーリー・クリスチャン、ピアニストのセロニアス・モンク等と共にリズムを重視し、より自由なアドリブを追求した新しいスタイルのジャズを探求するようになる。これこそがモダンジャズの礎となるビバップの方がであった。彼らの溜まり場であったニューヨークのクラブ、 ミントンズ・プレイハウスにおける1941年のジャムセッションのシ鹿録音はその黎明期における貴重な記録である。ガレスピーはさらに天才的なサックス奏者のチャーリー・パーカーとも知り合い、当時前世紀のスイングスタイルよりも格段に進んだアバンギャルドなジャズを開拓していった。二人は1940年代前半にはピアニストのアール・ハインズのビッグバンドで活動する、 音楽的研算を続けた。1944年にハインズ楽団の実力派美声歌手であるビリー・エクスタインが独立してビッグバンドを立ち上げるとガレスピーをはじめとする若手の前衛派ミュージシャンが退去参加しモダンジャズの形を成した。そして1945年からガレスピーは盛んなソロ活動を開始しパーカーと共にジャズシーンの中心に踊り出た。 ガレスピーとパーカーによる1945年のいわゆるミュージックラフトセッションにおける録音はモダンジャズ初期の歴史的演奏として構成まで評価されている。1946年以降何度もビッグバンドを組織。中でも1947年から1950年まで存続した第二次ビッグバンドには編曲者ウォルター・ギルフラーやコンガ奏者の茶のポソを迎え、 ラテンのリズムをビバップに取り入れた、ラテンジャズを勃興させた。また、新人を抜擢し、数多くデビューさせる達人として知られ、彼のビッグバンドからは、後年体制する優れたミュージシャンが多数輩出され、トランペッターだったクインシー・ジョーンズやピアニストのラロシフリン等が、彼のオーケストラやコンボから育っていき、このことがきっかけの一つとなり、 モダンジャズの発展にも大きく寄与することとなった。作曲家としては1940年代以来、チュニジアの夜、ソルトピーナッツ、ビバップ、ブルーンブギー、マンテカ、ウディーンユー、アンソロポロジー等、膨大な数のナンバーを作曲し、これらは後世まで演奏される、ジャズスタンダード曲となった。1942年に作曲された。 シュニジアの夜はビバップのイコンとも言うべき曲になり、1945年作曲のビバップは音楽ジャンル名のビバップの語源となったとも言われている。ミュージシャンとしての最盛期は1950年代までだったが、繰り返しビッグバンドを組織して海外公演を行い、モダンジャズ界の長老として晩年まで長く音楽活動を続けた。1993年に、 水臓癌で亡くなった。去年75。2010年10月21日、ガレスピーの誕生日を記念して、Google のホームページのロゴが特別バージョンとなった。1988年途中から折れ曲がって、ベルが宙を向いたトランペットは、ガレスピーのトレードマークであったが、彼がこのようなトランペットを使うようになったのは、ビバップ期よりもだいぶ遅れた1950年代。 中期のことである。1954年、パーティーの席での血和喧嘩で転んだ客が、スタンドに置いてあった、ディジーのトランペットの上に尻餅をついてしまい、ベルが上向きに折れ曲がった。不機嫌になった、ディジーだが試しに吹いてみると、音がまともに出る上、普通のトランペットよりもプレイヤー自身の耳に音が届きやすくなったことに気づいた。気を良くしたディジーは、楽器メーカーに特注して、 曲がったトランペットを作らせ愛用するようになった。彼はその勢いで大儲けを狙い、曲がったトランペットの新案特許出願に動いたが、100年以上も前に同じような出願がされていたことが分かり、落胆したという。最晩年に使用していたトランペットは、艦隊部内を流れるエアの流れをスムーズにするために、ウォーターバルブが廃される工夫がなされていた。 この上向きのベルに憧れるプレイヤーも多い。ベルが上向きになっているトランペットは、アップベルという。1978年、サッチモのモノマネをしたり、ステージでジョークを飛ばすなど、ユーモアあふれる人柄で知られていた。一方、若い頃には、人情沙汰の喧嘩も辞さぬならず者でもあった。よく知られているのは、キャブキャロウェイと口論になり、キャブの足をナイフで刺した一件である。 幸いキャブは軽傷だった。マ、ま、ラ彼は人種差別反対運動の投資でもあり、1964年にはアメリカ大統領選挙に名乗りを上げた。これは黒人の有名人が真剣に大統領選挙に出馬した最も早い時期の例である。白人のクラシック音楽に対しては軽蔑と同型の入り混じった複雑な心情を持っていた。また、絶えず、 チャメっ気があり、ライブステージではコメディアン的な仕草や洒落たファッションで聴衆を表せた。ディジーという通称もこのキャラクターに由来するものとされる。ディジーのヒップさがいかに強烈であったかは、彼が身につけた黒縁眼鏡や帽子等がバップ眼鏡、バップ帽とまで言われたことからも推察できる。その活躍が大衆にもビバップを普及させることに寄与した反面。 時に悪ノリにも見える、ふざけっぷりは、アメリカでは、スタンダップコメディアンの方法論でもある。一方、音楽に関する考え方は真剣そのものであり、リズは、自身のビバップについて、ジャズは、選ばれた音楽であるというプライドを持っていた。軽蔑と尊敬の念を持っていた、西欧クラシック音楽に、匹敵する音楽であるとも考えていた。 仕事に対する態度は極めて真剣で、遅刻や無断欠勤の多かったチャーリー・パーカーとしばしば衝突した。行進の指導にも厳格で、生涯にわたり、親分肌の性格を貫いた。私生活では経験なバハーイー・京都で、生涯節制に努めていた。そのため、多くのビバップ機のジャズマンが、麻薬や過度の飲酒、喫煙による、 不健康な生活で創生した中では、例外的に長生きした。トランペットを吹くときに巨大に膨らむガレスピーの方は、得意体質によるもので、ガレスピーズパウチズという医学用語にまでなっている。この方に対する医学的研究の検査に、ガレスピーは自ら協力した。ありがとうございます。